ブルリッヒ・フェルディナント・グトムント・ハプスブルク・ロートリンゲンは、オーストリアの政治家。かつて、オーストリア・ハンガリー帝国を統治していた、ハプスブルク・ロートリンゲン家の傍流の末裔の一人。最後のトスカーナ大公フェルディナンド4世の彦で、トスカーナ大公構え課長レオポルト・フランツの、またいとこに当たる。かつては、緑の塔に所属していたが、現在は、無所属で活動している。 ハインリヒとヘルビヒステの間の長男として、ケルンテンのウォルフスベルクに生まれる。ウィーンの天然資源及び、応用生命科学大学で臨学を学び、1970年に博士号を取得した。ケルンテンのザンクトゲオルゲン、イム・ラバンタルに総祖父のフェルディナンド大公以来代々、受け継いだ林地を有している。2009年、翌春に予定されていた。 オーストリア連邦大統領選挙への立候補を表明、立候補のため当時務めていた地方議会の議員を辞職した。しかし、大統領選の非選挙権を旧支配者一族に与えないという憲法の条項により、立候補は認められなかった。これに対してウルリヒは、ナチス関係者の親族でも立候補できるのに、私たち一家には認められていない。 人権侵害も甚だしいと批判し、立候補が受け付けられない場合、欧州人権裁判所への提訴も辞さない構えを示した。この出来事は、オーストリア政界に波紋を広げることになった。オーストリア国民党などは、ハプスブルク条項を時代錯誤であるとして、撤廃に向けて活動し始め、オーストリア社会民主党も急ぎはしないものの議論に応じる姿勢を示した。 そして議論を経た上で2011年6月16日に国民議会はハプスブルク家の構成委員が大統領選挙に立候補できるようにすることを満場一致で採決した。これによってウルリッヒのみならずすべてのハプスブルク一族が大統領選挙の非選挙権を獲得することとなった。しかし、ウルリッヒが望んでいた2010年の大統領選挙には間に合わなかった。 ウルリッヒは2016年、オーストリア大統領選挙への出馬も考えていたが、結局断念した。2012年にウルリッヒは2018年に迎える共和制100周年を記念して、貴族廃止法を撤廃して、隣国ドイツのように、オーストリアでも貴族称号を名乗ることを認めてはどうかと提案した。ウルリッヒはこのことが、貴族と非貴族の隔たりを軽減することにつながると、 主張している。ただし、出身政党である緑の党はこれに賛成しておらず、極右政党であるオーストリア自由党が積極的に賛成するのみに留まっている。ウルリヒと妻フリーデリカフォンクリンコーシュトロム妻フリーデリカフォンクリンコーシュトロムとの間に3人の息子がある。ありがとうございます。